アフマドイブンファドラーンの思向、10世紀、アフマドイブンファドラーン、イブンワルアッパースイブンラーシド、イブンハンマードは10世紀のアラブ人の旅行家であり、アッパース長カーリフがボルガブルガール王に派遣した施設団に加わった際に記した見聞録で知られる。彼の見聞録は、フナソーの目撃を含むボルガのバリアーグについての報告で有名である。長い間にわたり、報告書は、 不完全な番のみが知られていた。これは、ヤークーとの地理辞典に引用されたもので、フラインが1823年に出版した。1923年に入り、バシキール人の血を引くチュルク計画者ゼキベリ・リトガンによって、イランのマシュハドのアースターネクドゥスラ・ザビー国立図書館で、とある写本が発見された。m s 写本は世紀まで、遡り、 ページ数は420にわたる。地理的な論文の他に、これはより完全な版のイブンファドラーンのテキストを含む。MS5229 写本に保存されていない、追加説は16世紀のペルシア人地理学者、アミーン・ラーズイのハフト・クリムという作品に引用されている。イブンファドラーンは、バグダードから921年に、アッパース朝カリフム・クタディルから、 ボルガ・ブルガールのイルテベルであるアルムシュへの施設団の初期として保遣された。施設団の目的は、ブルガール王に功能をカリフであるアルムクタディルへ払わせること、そして見返りに要塞の建設費を渡すことであった。彼らはブルガールに着いたが、王のための金を集めることができなかったので、任務は失敗した。王は約束の額が払われなかったことに怒って、マーリク学派から、 バグダードのハナフィー学派に転校することを拒否した。施設団は921年7月21日にバグダードを出発した。多くの混乱の後、一行は922年5月12日にブルガールに到着した。イブンファドラーンはバグダードからブハラとホラズムまで旅した。旅の安全はオクズの長によって保証されていたものの、オフズの盗賊の襲撃を受け、 運よく盗賊団を買収して、難を逃れた。施設団は、イランのゴルガーンで冬を過ごし、それから北エウラール川を渡って、サマーラ川分岐点のボルガ川の北の三つの湖に、あるブルガールの町にたどり着いた。ボルガールに着くと、アフマドイ・ブンファドラーンは、ウィスエへ旅をし、ボルガ・ブルガールとフィン系ー厳重部族間の交易の観察を記録した。火薬私は、 ルースたちが彼らの市場に着ていている沿いに野営するのを見た。私はこれ以上肉体的に完璧な見本を見たことがない。夏目ヤシの木のように硬く、金髪で赤らんでいる。彼らはチュニックもカフタンも着ず、男たちは体の片側を覆い片手が自由になる衣服を着る。男はそれぞれ、斧や、剣やナイフを持ち、いつでも持っている。女はそれぞれ鉄や、銀や、 銅や金の箱を胸につける。箱の価値は夫の富を暗示する。それぞれの箱はナイフがかかる輪がついている。女たちは金や銀の首輪をつける。最も尊ばれる装飾品は緑のガラスビーズである。彼らは紐を通して女たちのためのネックレスにする。イブンハドラーン、922年、イティルデノルースの市場で。 イブンファドラーンの報告書の重要な一編は、彼がルースラス、またはルーシーやルージアと呼ぶ、人々の説明に当てられている。多くの学者はルーシ族、またはバリアーグに該当すると推定し、このことにより、イブンファドラーンの報告書はバイキングについての最も、早い記述の一つである。ルースは、ボルガルの宿営地近くの川辺で店を出す、公益者として登場する。 彼らは、夏目メヤシの木のように背が高い体と金髪と、赤ら顔を持つと描写される。彼らは、指の爪から首まで、新緑や、紺の、木の模様や他の図案の入れ墨をしており、男はすべて、斧や、蝶ナイフで武装していたと描写する。イブンファードラーンはルースを、完璧な肉体的見本と描写し、ルーシー屋の健康法を、いとわしいと述べた。 そして彼らをヤヒで洗練されていないとみました。この点において彼の印象はペルシャ人の旅行者、イブン・ルスタイ・エヌ・イブン・ラスタと対照的である。彼はまたとても詳細に彼らの族長の一人の葬式について述べている。幾人かの学者は現在のイエヌ、バラマー・コンプレックスでこれが行われたと信じている。イブン・ファドラーンの報告書の要素がマイケル・クライトンの小説 北人伝説に使われている。この作品では、アラブの施設はより北方に行き、古英語の女子誌、ベオウルフに層を得た冒険に巻き込まれる。2007年に作られたアラビア語の人気 TV シリーズ世界の屋根、EN、作クあるア,アラムは、現代の観点からイブンファドラーンの旅を通しした。この十一回のエピソードは、イブンファドラーンの時代と現代という二つの時代の、 イスラームとヨーロッパの関係を取り扱った。このシリーズはデンマークのムハンマド風刺漫画掲載問題をきっかけに作られた。ありがとうございます。